こんにちは、清水和夫です。福島県いわき市のあけぼのテストコース、今回はダイナミックセーフティーテスト、雷の雷雲の中で、これから始めたいと思いますけども、今年発表された新型モデル、いろんなこう面白いモデルがたくさん出てきてるんですけども、いわゆる C セグメントと呼ばれる車がこうまさに2013年日本で大ブレイクしそうな感じなんですね。フォルクスワーゲンゴルフ、ボルボの V40、 そしてメルセデス・ベンツもついに新型 A クラスを日本に投入しています。それだけでなくてフォードからは欧州の非常にヨーロッパでしっかりしたその走りで定評があるフォーカスも新しいジェネレーションのモデルで投入されています。そういったさまざまな車を今日このあけぼのテストコースでいろんな角度からテストして皆さんにそれぞれの車の個性やダイナミックセーフティの中身についていろいろとレポートしていきたいと思います。マニュアルにすると S モードじゃなくなるんだね。もともとがマニュアルが S モードなんだな。じゃあ今度は S モードでいきます。最初マニュアルモードです、はい、最初マニュアル、この次 S モード、はい、発進がちょっとあれだな。はい、行く、はい、非常にスムーズだけど発進のとこだけだね、ちょっと考えちゃうのは。特にあの発進の時の、ちょっとこうかったるさっていうのは少し、クラッチ、ツインクラッチでもシングルクラッチでも、コンピューターがやるところのクラッチの発進のところの少しこうかったるいかなっていうところはありますけども、別に信号グランプリやるわけじゃないので、そういう意味ではかなり、洗練されてきてると思いますけども、走り出したら、シフトアップも非常にスムーズで、1.4 のパフォーマンスとしたらもう十分な加速性能ですね。で、驚いたのがやっぱブレーキなんですけど、前の時よりもやっぱペダルフィールがガチッとこうちょっと重めですけどもしっかり感がものすごく出て、ちゃんとこう踏み込んだ力でストロークじゃなくて力で減速度がこうコントロールできるような感じになってきたので、ABS の制御も含めて今のところ直線ブレーキに関して言えばこのカテゴリーでもう非常にトップクラスのしっかりしたブレーキを得られましたね。
真はこっちの方がいいな。お、頑張るじゃん。おお、 NA だからダメかなと思ったけど、 104.73 に対して9秒の半で同じだ。へえ、いいね、フォーカス。しとやかだよ、こっちの。もう7000まで回るわ。で、実は、発進加速と100キロゼロのブレーキングのデータはもうほとんどばらつかないぐらいゴルフとフォーカスは一緒です。2リッター NA って聞いた瞬間、なんかもう自然吸気のエンジンって、もう昔のエンジンなのかなっていう印象があったんですけども、この2リッター NA は4気筒ですけど、ちょっと湿った感じがしてですね、いわゆるこうトルキーなエンジンなんですね。でもゴルフと違うのは、レッドゾーン6500ですけど、まあ、タコメーター上は6800回転ぐらいまで回るので、この上のこうグーッっていう回り方がやっぱりターボと違って、まあ、ターボはもう上の方はほとんどブーストも落としてる領域ですけど、 NA なのでどんどんこう上がよどみなくこう回っていくという、まあ、そういう意味で、まあ、フェラーリのエンジンとは言わないけど、やっぱり自然吸気のエンジンの良さっていうのを持ってますね。そういうところが、まあ、同じ加速データでも乗り味の違いとして出てます。あとこっちはツインクラッチ、同じ DSG と同じ DCT を持ってますけど、まあ、NA エンジンなので下のトルクの出方が穏やかなので、意外とクラッチングは楽で、出だしはスッとこう出てくれるところも、NA エンジンならではのこう DCT との組み合わせなのかなっていう気がしたので、まあ、フォーカスが NA を選んだのは意外とこの DCT とのマッチングがこっちの方がトルクが薄い分楽なのかなっていう感じはちょっとしましたね。それと、まあ、データでは加速ブレーキはほとんど一緒で、ブレーキフィールも、しっかりしてて一緒なんですけど、だからなんかこうインプレッサーあたりから乗り換えた人だったら、まあ、同じダブルアルカーとしてこっちのフォーカスの方も忘れてはいけない車だと思いますけど、まあ、ただ今年ゴルフも WRC で、頑張ってますから、ゴルフじゃないかポロか頑張ってますから、まあ、フォルクスワーゲンはゴルフはやはりゴルフらしい車で、フォーカスはやはりフォーカスらしい車だったなっていうのが印象です。で、基本的には順番にテストを行う。9。ちょっとタブを指で差し込む。決壊したところが、そこが地震で2連あるところが 1.5 連潰れて、まあ、通れなくなったので2年かけて、まあ、復旧したんですけど、お前に加速減速なんかの時に、満充電しておいていただきたいんですね。僕の旋回ブレーキは大丈夫なんですけど、それをそれも旋回ブレーキは見離せるときに測れるかな。高速周回は乗り心地と、あとこれレーンキープがついていて、まあ、レーンキープから外れたらアラームができる出るだけじゃなくて、電動パワーステで少しこういうふうに寄せるようなアシスト制御もついてますので、まあ、何気にうっかりこうちょっと外れようとしても、まあ、電動パワーステの方で少し修正してくれたりとか、まあ、あとはもうこのステアリングのセンターフィールがしっかりしているので、この手応えの良さが、まあ、このゴルフの
まあ、ある意味で、非常に乗りやすい一つの原因かもわからないですね。そういった意味で567、まあ、6とどう変わったのかなっていう気はしてましたけども、やはり車全体の性能が、しっかりこう作り込められている感じがしました。こっちの方がスポーティーだね。ケツが出る雰囲気がちょろっとあっていいね。うまいな、セッティングが。ワインディングはこっちがいいだろうね。直線番長のゴルフとワインディングのフォーカスっていう。乗り味はやっぱゴルフと違って、ゴルフはちょっと C セグっぽくない、もっとこう上級のハイスピードの直線番長的な車で、アウトバーンで何があっても絶対スタビリティは下がらないみたいな、すごく高いレベルを持ってますけど、こっちは意外とですね、結構お尻がちょろっと出たり、そういう意味でフォーカスの方がやっぱハンドリングカーなんだなっていう感じがしますね。なんかワインディングを走るとこのフォーカスは一番生き生きして、まあ、ゴルフは高速道路が得意な、車、そんな両者のキャラクターの違いがありました。まあ、いずれにしてもその辺はもうその個性の違いなので、どっちがいいかっていう話ではなくて、どっちが自分にとって楽しめるかっていう話ですけど、さすがこうロールしたりちょっと柔らかめですけど、Nエンジンのこう上の伸び感とか操縦性も限界でアンダーが出なくて、非常に、ハンドリングの良さそうなそのフォーカスっていうのも十分日本では受け入れられる車かなと思いますね。ダブルレーンチェンジなんですけども、これも多分この車だったら200キロで走っててもフロントタイヤをスキールオン出せるぐらいハンドル切れると思うんですね。そのぐらいもうスタビリティが高くて、まあダブルレーンの時は実際ブレーキングしながら、急ハンドル切りますけども、ターンする時は80キロぐらいまで落ちてますけども、その最初のステアリング切った時のノーズの動きというか、このステアリングに対する車の動きも遅れもなくて、非常にこうアジリティの高いシュッとした感じがありますね。でもすぐに、隣のレーンに入った時にはボディのロールとか用の感じも、修練しますから、何気に水すましのようにスッとこう隣のレーンに戻れて、まあ、元に戻る時が実はこうロールのこういうのが残ったりするんですけど、一発でボディとサスペンションのダンピングがいいのでピシッと止めてるので、次の右に戻る時にまたスッとこう戻りやすいみたいな、非常にですからサスとボディの、まあ1回は揺れてもそれを一発で抑えるようなダンピング性能が
ものすごく高いので、まあ、そういう意味では非常に、ついにこの C セグメントもこういう世界まで車作りが、まあ、車が進化してきたんだなということで驚いてます。こっちはロールも多めで用も出るよね。なんか味気ねえやつだな。レベルは高いな。東大での秀才って感じで、一緒にデートしてて楽しくないぞ。いや面白いねこの2台は。なんかこうちょっと微笑ましいところもあり、まあ、シリアスに納得っていうところもあって、非常にゴルフとフォーカスの、まあ、欧州のCセグのガチのバトルっていうのは、まあ、過去もこう頂上対決になってるんだなって感じでしたね。もともとフォーカスってそういうスポーティーなハンドリング特性が身上でしたから、車もちょっとこうロールはフォーカスの方がロールはするし、フロントのノーズが入って、その後でちょっとこうリアが軽くですね流れる感じがあるので、まあ、ダブルエンジンチェンジも元のレーンに戻った時にこうちょっとお尻がペロンって流れるところが、まあ、可愛いなというか微笑ましいなと思いましたね。まあ、その分限界のところのアンダーステアが少ないので、フォーカスはやはりフォーカスらしい車だったなっていうのが印象です。はい、105。98.26。まあ1回目意外と最初のブレーキングポイントの推進がちょっと深めで、ハイドロプレーンでタイヤが抜けて、まあ、そのままフルブレーキなんだけど、少しライントレスから離れながら、まあ、減速度はずっと出てって、2回目はステアリングホイールを若干先行させて、今度ブレーキを合わせると、多分まあ ABS のロジック上ちょっと減圧気味になって、まあ、リアの制動力が足りなくなって、ライントレーサーは今度復活するんだけど、いわゆる制動距離が伸びてしまうと。だからストッピングパワーなのかライントレーサーなのかっていうところで1回目と2回目が大きく軌跡が変わったんですけど、それは操作のタイミングを若干ステアリングを先行させるとライントレースはするけど制動力は弱まるので、だからハンドルをちょっと先切った瞬間に多分ドライバーの意思を感じるようなロジックになるのか、まあ、ブレーキをガーンと踏んでる時は止まろうっていう意思を感じるのか、まあ、そこはどういうふうに、アルゴリズムを作り込んだかは実際のエンジニアに聞いてみないと分からないんですけど、まあ、この辺に意外と自動車メーカーの考え方の違いとか、
まあ、結構哲学の違いはあるんで、まあ、この後あのフォーカスと少しゴルフを比べてみて、まあ、同じ路面でどう違うのかっていうのをもう一回検証してみたいと思います。それはその帽子のままだと思う。ちょっとあれなんで落ち下げ。でもミシャンのテーコロはレベル高いな。はい、105。はい、2回目ちょっとステアリング。あ、ライト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 、どれ分かんない。まあ、いろいろ路面のばらつき考えて、まあ、なるべく条件合わせてやりましたけども、まあ、何回やってもですね、やっぱフォーカスの方が最初のウェットの初期グリップがいいんですね。で、途中で水深がちょっと深くなったり浅くなったり、まあ、まだらな感じなんですけど、まだらでもずっとフォーカスの方は、減速度と、まあ、ステアリングのライントレースが打が逃げないんで、まあ、ずっとこうイン側のパイロンに沿って、まあ、2回目は多少ステアリングを先行させるので、低ミュー判定っぽくリアのブレーキ圧が減圧気味になるんですけど、まあ、それでもどんな条件であっても大体1割ぐらいフォーカスの方が制動距離は短かったです。で、ゴルフの方は水深がこう浅めのところだったらいいんですけど、ちょっと深いところ入るとピャンとこう打が抜けて、でもう一回元の浅いところに戻ってもなかなかその1回 ABS がブレーキの液圧を減圧しちゃうと元にこう戻ってこれないようなところがあるんで、まあ、でもそれは ABS 性能というよりもやっぱタイヤのそのウェットハイドロプレーンが、まあ、ちょっとこっちのフォーカスが入ってるミシュランの方が良くて、ゴルフのピレリの方がちょっと対ハイドロプレーン性能が性能が落ちるなっていう感じが、まあ、タイヤの違いでは感じました。その辺が両者のライントレース性能と制動距離の違いとなって出てきてます。まあ、ウェット性能で見ればこのミシュランの、これはローコンサンプションなのでいわゆる低転がりなんですけど、まあ、ミシュランの場合はもうかなりシリカを多分ひょっとしたら 50% 以上入れてるタイヤなんで、相当この車はタイヤが対ウェット性能はいいですね。